皆さんこんにちは、 JFAP のりょうです。今年度は私たち JFAP が初めての農作業に挑戦していきます。私は今福島県福島市に来ています。本日は非常に天気も良く絶好の、作業日和となっております。今回は農産物の生育に欠かせない作業となる草刈りを体験していきます。今回作業を教えていただくのは福島市在住の鈴木正幸さんです。こんにちは、鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さんは果樹農家をやられているということですが、はい、何を、栽培しているんでしょうか。はい、当園では、桃とリンゴを栽培しております。桃とリンゴ、福島の、特産の品物ですね。そうですね。では本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速ですが、草刈り機の使い方について教えていただいてよろしいでしょうか。あ、はい、わかりました。それでは早速草刈り機の方の使い方について教えてください。あ、はい、わかりました。じゃあこちらへどうぞ。はい、こちら草刈り機2台あるようなんですけれども、はい、どのような違いがあるんでしょうか。こちらは、人が乗って作業する常用草刈り機になります。はい、でこちらが今ですと常用草刈り機がメジャーなんですけども、はい、それが普及する前はこちらの自走式、自分がこう歩きながら草刈りをするタイプになります。ああ、そうなんですね。はい、分かりました。では早速使い方の方を教えていただいてよろしいですか。はい、分かりました。それでは早速使い方を教えていただきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、危険防止のために、作業中はヘルメットをかぶるようにします。はい、なぜかと言いますと、こういった広いところだといいんですけども、木の元にこう入っていくときに、この枝とかに首がぶつかったりとか、してちょっと痛めたりするのを軽減するために必須なアイテムになりますので。そうなんですね。はい、じゃあそれではエンジンかけてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずここのメインスイッチがありますので、ここをオンにしていただいて、でこちらにチョークがあります。でチョークを一度引いてもらいます。でここがアクセルスロットになりますので、ここをちょっと、手からこうの方にこう若干移動してもらったら、あとここの紐で引くようにします。そしてエンジンがかかったらば、このチョークを戻します。で右側のここが走行クラッチになります。こうやっと動きます。で草刈り機の時はこちらの変速あるんで、これを K にします。そうすると先ほどよりもちょっとゆっくりになります。でこちらが草刈りの刃が回るタイプなので、走行クラッチの前にまずこっちを上げてください。して回ったことを確認したらば、今度こっちをこう上げる。なるほど。でもしこれで速いのであれば、2じゃなくて1にして、こっちだと若干違うんだけど、まあ、先ほどゆっくりになります。なるほど。多分この方がいいかな。ではちょっと買ってみます。はい、お願いします。こんな感じになります。ありがとうございます。で止めるときは走行先、走行クラッチを下ろしてからナイフを下ろしてください。はい、それでは実際に体験してみたいと思います。いや、ドキドキしますね。じゃあ早速エンジンを入れていきたいと思います。
しない。お、動きました。ただ、ギアを1に横に、はい、で、こっちのカリトリーのナイフを入れてから、はい、おお、動きました。おお。すごい。おお。いや、無事に動かせましたが、すごいドキドキしました。ちょっとこう及び腰になってるね、やっぱりね。いや、初めてだとちょっと怖いですね。やっぱり、こちら今、通ってきた道なんですが、草の方見事に、通常と比べてうまく枯れていますね。これは長さなんかも調節することはできるんですか？はい、草刈り機のですね、ここの部分でこの高さの調節が可能となります。モンキーレンチとかでここを緩めていただいて、はい、でこう どちらかの、まあ、長くしたいか短くしたいかによってこのネジをこう調節していただくと、今このくらい間隔がありますけども、これが下がったりもしますし、逆にもうちょっと上がったりもして調節することが可能です。あ、そうなんですね、はい、それでその補助に合わせた長さに刈り取るわけですね。そうですね、あまり短くしすぎちゃっても後々の作業でちょっと病害虫がたくさん出たりとか、そういう弊害も出てしまいますので、まあ、できるだけ、まあ、草の丈を、まあ、長くというか枯れるギリギリの範囲にしていただくと、乾燥だったり防除効果も多少あるので、できるだけうちはちょっと長めに切るようにはしてます。そうなんですね、はい、私は草刈りはとにかく短く刈ればいいものかと思ってたんですが、実はそうではなかったんですね。そうですね、ありがとうございます、勉強になりました。いえいえ。続きましては常用の草刈り機について使い方を教えていただきたいと思います。鈴木さん、続けてよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの常用草刈りなんですけども、通常ですとこの本体の下に刃があるタイプ単体なんですけども、うちの場合ですと、はい、このサイドにアタッチメントというかサイドまで刈れて、1メーター60センチ刈れるタイプの常用草刈り機を使用しております。大きいですね、はい、で、まず最初にこのサイドの草刃をこのバールを使ってまずは下げます。でこの状態で今度乗り込みます。したらば、こちらの、まあ、ブレーキというかを踏みまして、でここにチョークがありますのでチョークを引きます。で若干ここスロットルを先ほどと同じように若干高速にして、あとここのスイッチを始動にします。でエンジンかかったらチョークを戻してもらうと、はい、エンジンがかかるようになります。でこちらの移動の時はウサギの場所なんですけども、下がる時はこの不変速が亀の間に切り替えます。そうしたらば今度こちらのバーがありまして、ここに刈り取る高さが書いてありますので、
できるだけ高めに、なのでまあ560のところまでこうボタンを押しながら、ボタンを押しながらこう下げていきます。でこれで準備は完了、はい、でこれが刃が回るクラッチなので、はい、これをこっちのハイルにすると回ります。でこっちのハンドルで前進後進もできるんですけど、はい、それだと大変なのでこのフットでできます。前に倒すと前に行きます。で後ろに倒すとバックします。なので、まあ、こんな感じで、はい、こう行ってこんな感じで、こんな感じです。ありがとうございます。よいしょ。はい、では実際に乗用の草刈り機の体験をしてみたいと思います。そこの赤いところを持ちながら、ここを持ちながらこう、うん、初めて操作してみましたが、すごいですね。先ほどの手作業のものよりもはるかに効率よく草刈りができたと思います。そうですね、倍は幅を刈れるので時間の短縮になりますね。鈴木さんは年にどのくらい草刈りをされるんですか？私の園ですと年に、まあ、4回ないし5回くらいですかね。そうなんですね、はい。草は伸びたら刈ればいいのかななんてなんとなく思ったんですが、やはりタイミングというものがあるんですね。そうですね、うちの場合ですと夏の暑い時期ですと、まあ、大体膝くらいまでは草伸びてたりもしますので、はい、まあ他の農家さんから比べればちょっと伸びすぎじゃないのって思われるかもしれないんですが、はいはい、乾燥防止等、あとまあダニの上がるリスクを減らしたりと、まあ、いろいろ考えながらちょっとやってみます。じゃああえて伸ばしているという部分もあるんですね。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。いえいえ、本日は福島市の鈴木さんのお宅で草刈りの体験をさせていただきました。この短時間体験しただけではありますが、非常に草刈り2種類体験しましたけれども、非常に大変で、これを年に4回やられるということで農家さん非常に大変な思いをしながら作物の方を作っているんだなと実感しました。そんな大変な思いをして作る福島の農産物をぜひ皆さんもお召し上げください。食べてね。よろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。